はいどうも、よろしくお願いします,しますダンブルドア校長が最近、ナルトを読み始めたそうなのね、魔法使いも漫画を読むのねその中の術を忘れてしまったらしいのだならば仕方ないわ校長先生の好きな術を一緒に考えてあげるわどんな術か特徴を言ってみてちょうだい何やら手からいっぱい物が出てくる術だと言っていた それはもう先鋭ジャ円じゃじゃないの。その時はもう完全に先鋭ジャ円じゃじゃない。すぐ分かったわよ、こんなもの。わがはも先鋭0 0円だと思っていた。もうしが言うにはその術を食らって死ぬなら幸せと言っていた。じゃあ先鋭ジャ円じゃじゃないわんで、人生の最下は1ジャ0でいいわけないじゃない。先鋭ジャ円はね 必殺技というかはとりあえず攻撃しましたって術なのあれば。先鋭座手番もう最後の術に先鋭ャ手を任命された荷が重いわよね先鋭座手ってそういうものなのでも先鋭ャ手じゃないわんでもうちょっと詳しく教えてくれるかしら 何やらヘビがいっぱい出てくる術だし。やっぱり先鋭じゃじゃないの。あれは手からいっぱいヘビが出てくる術なの。でもね、私はね、自分がオロチマル、つまりヘビだからちょっとやってるの。先鋭じゃってそんなものよ、わからないわ。でもなんでそれがわからないの我が輩も先鋭じゃだと思っていたが校長が言うには、自分が最初に覚える術は全然いいと言っていたのだ。 じゃあ、専鋭蛇子じゃないわね一番最初の修行で専鋭蛇子の修行だったら私くない投げちゃうのよわからないわ、本当にわからないわだが、ミスターポッターが言うには江戸天聖ではないかといや、全然違うわよもうええわ、どうもありがとうございました